はい、こんにちは。この動画では、難関大合格のため日本史において、どういった知識がどのレベルで必要になるか。えー、ということで、実際の入試問題を通して見ていきます。はい、こちら、早稲田大学小学校の問題です。問いうの A、河川部 E に関連して述べた文として、誤っているものを一つマークせよ。ただ、河川部 E は、はい、企業国校とあります。で、に続いて起こった1890年恐慌であったと。 はい。ただ、まず分かってないといけない基本的な枠組みとして、はい。1881年から、松方正義大倉卿、日本財政によってデフレになります。デフレ、不景気。いわゆる松方デフレ。だから、1880年代前半の日本は不景気、デフレです。はい。続く1880年代後半は、まあ、不景気を一応のとこ脱して、企業勃興となります。まあ、会社設立ブーム、株式会社ブームとなります。で、その反動で1890年は、日本最初の教皇、 1890年の強行です。まあ強行っていうのは資本主義体制下における経済クラッシュ。これが日本最初の強行。ただざっくりね、好景気インフレ、不景気デフレ。うん、好景気をこっち向きのスラッシュ。不景気をこっち向きのスラッシュ。逆。で、表すならば、1880年代前半デフレ、不景気。80年代後半それから出して企業ぼっこまあ景気良くなったんです。お金が回ったんで企業ぼっこで、1890年は強行。うん、不景気ですよね。こうやって不景気と好景気の波が交互にやってくる。 で、この松方デフレってのは、不景気になってしまうんだけども、これは政府の財政政策として、あえてデフレに落とし込んだ。それは前の時代がインフレ、しかも悪性のインフレ。お金をパーッと発行して、価値のない紙幣が出回ったんで、あの、インフレデフレ。インフレは好景気。デフレは不景気。で、インフレは物価の上昇ですよね。デフレは物価の下落。で、一方でインフレは、世の中に通貨がたくさん出回っている状態。その通貨一枚一枚、その価値は関係ないんです。 とにかく通貨、まあ貨幣とか紙幣ね。これが世の中にたくさん出回っているんで、人々がみんなお金を持つ。この状態を好景気、インフレと言ってます。で、一方デフレ。デフレは世の中の通貨量が少ないこと。通貨少ないんでみんなお金持ちません。だから不景気となります。でもこれインフレは良いインフレと悪いインフレあって、政府がパーっとお金を発行するんだけども、そのお金、まあお札は紙切れ状態。金銀の裏付けがない。 うん。まあ、俯瞰紙幣って言うんだけども、金銀と交換価値がない紙幣をパーッと発行した。というのが、この前の時代です。つまり、1870年代後半。はい。1876から81。これはインフレってなるんだけども、まあ、ちょっと悪性インフレ。俯瞰紙幣が大量発行された。この時の大倉京が大隈重信。まあ、政治的にはこの年、明治14年の政変。明治14政変で大隈政府から追放されますよね。 ね、大倉卿の立場は免職となって、公認の大倉卿が松方正義。大熊がやった70年代後半、パーッとインフレ政策。価値のない紙幣をガンガン発行していく。だから物価が上昇する。この悪性インフレにあったんで、あえてデフレに落とし込んでいく。デフレ政策をとって物価の上昇を抑えていく。ね、70年代後半は紙幣をパーッと発行した。後継期ではあるんだけども、紙幣としては俯瞰紙幣価値が薄いんで、物価がどん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 上昇した。 81年以降、松方がデフレ政策取って、それを抑え込んでいこうと,と。政府がデフレ政策取るって言った時に、政府は通貨を発行しない。まあ通貨を札って考えてもらえればいいんだけども、大熊パーっと紙幣発行した。 でも物価上昇して悪性インフレとなったんで、松方。それを抑え込んで、政府はケチケチしていく。政府がお札を発行しないという政策です。政府お札発行しないとみんなお金持ちませんよね。だからデフレとなったというのが80年代前半です。ね。政府が歳出抑えていく。政府からお金出ないようにして。まあ、軍事費以外はってなるんだけども。で、一方で歳入を増やす。歳出は減らして、歳入を増やす。 歳出を減らす、ケチケチしながら、歳入の増やし方は、まあ明治政府が持っていた官営工場をね、これを民間に払い下げると、その売ったお金が政府に入ってきますよね。あるいは増税です。まあ増税といっても、地層は上げずに、酒とかタバコ、間接増税となるんだけども、間接税の増税、こうやって歳入を増やす。その結果、大隈財政機は、財政難だった。財政難だから価値がない紙幣しか発行できない。 ね、だけど松方財政、歳出減らして歳入増やした。その結果、政府財政は回復します。ね、財政難財政回復ってのは、要は政府に貯金がないこと、政府に貯金が溜まった、ということ。だ貯金溜まったんで政府はまた通貨を発行できます。具体的には松方財政期、松方財政始まった翌年ですね、中央銀行を設けた、日本銀行です。1882。 ね、政府中央銀行日本は初めて設けた。これ大熊財政機ね、俯瞰紙幣を大量に発行したつっ,っても、これは民間銀行からの発行です。政府の中央銀行はありませんでした。ここで初めて。こうやって中央銀行としての日銀、日本銀行を設立したら、日銀から今度、打艦銀行券を発行していく。打艦紙幣です。これは銀と打艦できる銀行券です。金はまだなんだけども、銀と打艦できる。 日本銀行が日本銀行券を発行したら、この紙幣は銀と打貫できます。まあこうやって日本は1885年から翌86年にかけて、銀本位制が確立されます。ただ政府日本銀行が打貫銀行券を発行する。銀と打貫できます。と、この打貫銀行券を民間の銀行が個人とか法人ね、国民に貸し付けていくんだけども、だから中央銀行できたんで、中央銀行としての日本銀行が、 市中の民間銀行に日本銀行券ね、貸し付けたらね、一般の民間銀行が国民にお金を貸し出していく。で、今日本銀行できて銀本位制が確立されたんで、非常にお金が借りやすくなる。そしたら銀行は金利を下げます。金利ね、利率。お金借りたら返済する際に何パーかね、プラスして返しますが、財政欄の時は金利が高くなります。でも財政良くなってお金貸しやすくなった。 ただ、会社への利率は低くていいよって、こうどんどん貸してあげる。ね、とお金が回りますよね。株式取引が活発化して、その結果80年代後半は企業ぼっただ、この80年代後半の会社ブームね、株式会社がガン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 設立されるんだけども、その中心となる部門は、はい、こちら。宝石会社と鉄道会社です。宝石はこれね、衣類の原料ね、綿子。綿子を紡ぐ。 綿花薄黄色の花、咲いたらこれが綿実となって、種がポーンと弾けて、こう、綿飴状になります。ね。これが衣類の原料です。だこの綿飴から綿糸を紡ぐ。これが宝石です。で、この宝石って人類は原始時代からやってました。ただやり方は手紡ぎ。ないし簡単な道具を使う。江戸時代までは簡単な道具を使ってやってました。つまり手工業だったんだけども、明治になってこれが機械化されてきます。機械化ね。はい。いわゆる産業革命。 この綿飴から麺紙、ね。衣類の原料を紡ぐ。これが宝石業です。まあ世界で最初に産業革命を勃興したのがイギリス。イギリスに遅れること100年。この工程の機械化達成されます。で、宝石会社が設立した工場の中に宝石機械が置かれるんだけども、はい、日本最初の民間の宝石会社というのが80年代前半。 はい。1883年に設立された大阪宝石会社。これは民間の株式会社。設立期は松方財政期。ね。大阪宝石会社が大阪に宝石工場を設立して、その中に機械宝石。この工程を機械でやる。これがたくさん置かれた。ただ、これが日本の産業革命の勃興となります。松方財政期1880年代前半。日本最初の民間の宝石会社。大阪宝石会社。 設立稼働されて、以降日本は産業革命が進展してきます。はい。同じ頃、鉄道業においても、日本初めての民間会社、はい、私鉄の会社というのがこれです。日本鉄道会社。 日本最初の私鉄は東急とか阪急とかじゃなくて名前地味ですが、この日本鉄道会社。設立が1881年。やっぱり松方在世期。で、以降鉄道業も産業革命が本格化。こうなってきますね。日本の産業革命ね。その中心は、宝石業と鉄道業。松方在世期1880年代前半に宝石会社。 日本初の民間会社、大阪貿石会社。で、同じ頃日本初の私鉄会社、日本鉄道会社、設立されて、以降日本は産業革命と。これが進展していくと。こうなってきます。日本の産業革命の勃興は、松方財政期以降、1880年代前半以降と。まずこの認識ね。はい、このように松方財政期貿石会社、鉄道会社、これ民間会社が成功します。ただ、これに続けとなって80年代後半、この2大部門で企業木工です。 株式会社ブームとなってきます。はい。80年代後半、宝石会社ブームだし、鉄道会社ブーム。ただ受験でもよく問われる項目として、宝石会社ね。これ以前から、関営の宝石工場ありました。民に対して関。70年代後半、大隈財政機。これ、関の宝石工場設立されてました。で、この工場の中に、宝石機械ね。機械を置いてこの工程やっていくんだけども、名刺を紡ぐ。これ大隈財政機は財政なんね。 あんまり性能がいいマシンを置けずに、これがはい、えー、二千水防石ってなります。二千水の面紙が紡げる防石機械。で、これが数が多いかというと、あまり多いと言えずに、はい、今度この民間の大阪防石会社は、まあ政府の財政回復で日本銀行を設立。これを背景として、まあ政府が民間会社に頑張れ頑張れって資金を投下していくので、性能がいいマシンを購入できた、性能がいいマシンです。はい、その結果、一万水防石。 一万の面紙が紡げる紡績機械。だ大阪紡績会社で一万。それ以前の紡績工場は二千と。この数字が非常によく問われますね。それと鉄道業においてよく問われるのが、80年代後半、私鉄ブーム。はい、その結果として、国鉄、間、私鉄、民。この営業キロ数において、80年代最後の年。はい、こうなります。私鉄が国鉄を上回る。1889年のこと。80年代後半の民鉄ブーム。その結果です。 これ、関の方は、この年ね、東海道線が全通してます。東京、神戸ね、これが全通した。これは国鉄ね。ただ、国鉄は東海道線と中央線ぐらいで、長いのはね。あと、今の東北線とかは民鉄。それ以外も大体は民鉄です。89年、関の東海道線全通したんだけども、この年、80年代後半の民鉄ブーム。その結果として、民が関を上回ったってなります。まあ、この辺はね、非常によく問われます。はい、以上を踏まえて、マスダの問題です。 問いのも河川部位。誤っているものを一つ。河川部位は企業木工。ね。で、に続いて起こった1890年強行。これ。とあって、ね。この企業木工は、この1880年代後半のこと。まあ、その辺を踏まえてってなるんだけども。はい、五軍です。 え,えね、80年代後半です。松方デフレが収束した頃。はい、1番。銀本位の安定した通貨制度、成立し、デフレが収束した。ね、松方大正期、日本銀行が設立されて、85年以降銀本位制です。で、デフレを出した。1番、成分です。はい、2番も80年代後半であることを踏まえて、貿石業などで機械技術を基礎とする大企業の設立ブームが起きた。ね、鉄道会社と共に貿石会社で大企業ブームです。2番、成分ね。 はい。3番、金利の低下と株式取引の増大が企業設立ブームを支えた。ね。日本銀行が設立されて、民間銀行は金利下げます。お金貸しやすいんで、金利は低くてもいいよ。そのことが企業ブームの背景となりました。3番、成分です。はい。4番、鉄道会社設立ブーム。その結果、民営の営業キロ数が関営を上回った。ね。89年に民の営業キロ数が関を上回っています。4番、成分。はい。5番、大宝石会社は二千水宝石 を経営モデルとして設立された。日本最初の宝石会社。大阪宝石会社は、1万水宝石を導入です。2000水はそれ以前の缶の宝石工場と。誤っているもの一つなんで、5番が正解となります。まあ、田に受かる人はこの辺の問題をまず取っています。まず落とさないですね。まあ、マーチとかカンカン同率とかね。この辺も同様です。だその前提として、この辺のね、認識、知識の整理。 あることが必要です。だから予備校の日本史の授業は、まあこの辺の説明はまずありますよ。だからこういった説明をちゃんとね、消化して自分のものにしていく、いうことが必要です。だ今この動画見ている時期がね、いつであるかにもよるんだけども、えぇ、ー、やばい、日本史の授業受けてこなかった。自分の教科書を読みの勉強で、政治とか外交はちゃんと勉強できたんだけど、ええー、この辺どうしたらいいのいう人がいたら、あの、体験授業ね、いつでも受け付けています。 で、何が足りないか、僕の方でも見極めていくんで、まあ、やり方は、過去問通して、入試問題通して、この問題間違えた、僕に送ってもらったら、あ、ここ間違えたのね。じゃあ、これが分かってないのね。僕はもう手に取るようにわかるんで、じゃあ、これやっていきましょうって、まあ、動画を提示したり、教材、あるいは、ズーム対応とかね、いう形で、リンク変に、うん、やっております。うん、よかったら、お問い合わせフォームから入ってみてください。詳しくはこちら、体験案内動画、リンクを貼りました、ホームページよりご覧になってください。